はい、ごめんなさいね。スタウンしようか。ゲームしてる画面が映らないときつい、ね、こうかな。あ、ダメだ。こうかな。あ、そういうこと？そっちそうしようか。じゃあこれこっちにしようか。じゃあこうかな。これでしょ。いやー、おっとこいつだ。よし、ちょっと待ってよ。ういっす。さ、始まってまいりました。カオティビー、今日はスカルガールズでいきますか。今日はエボに選ばれた、はいはいはい、エボのサイドトーナメントに選ばれたスカルガールズ。あ、そうだね。ベスト8からなんとこれ配信あるらしいですよ。ほう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 。バーチャと一緒でベスト8からメインのトーナメントに。カズとかやっちゃう？ベスト8目指しちゃう？目指しちゃうこれ。ベスト8。海外では流行ってるのかな、そしたらね。まあ流行ってるから。寄付金が2位だったんだ。だってすごいもんね、寄付金で。そうそう、あれでしょ、本来は寄付金が1位だったら1位だけがとなんかその選ばれるやりますみたいになったんだけど、そうそうそう、寄付金があまりにも多すぎて2位、ぶっちぎりの1位とぶっちぎりの2位だった。だからこれもやないとあれかなっていうことで、そうそうそう、特別措置だ ね特別措置が入ったという感じなんですよ。すごいよな、これストーリーね。伝説により女性の願いを叶える。これ英語版を、うん、日本語版に無理やり訳してるからちょっとおかしいところあるし。知ってる。確かに。いや、俺も見たんだ、そのストーリー。なんかストーリー変わってねえと思ってストーリーあれ、なんか海外版とストーリー変わってねえとか思って。ちょっと日本語はなんか難しいんだろう ねそれがスカルガールっておかしいもんね。急にねスカルガールどうしたスカルガールか、これ。どうしたねえ、それがスカルガールの攻撃力半端ないよね。確かに。それがスカルガール。追うとかなんか。ねえ。だから英語のタイプ。こことかさ、声で出してくれやっていうこの。ここ、声出そうなところなのにさ、ここ全部。声出ないんかいっていうこの。日本語は難しいんですね。感じですかね。でですね、今日はですね、まあ、急にちょっとスカルガールに決まったんですよ、今日の企画。ということで、ゲストを呼ぶ、この場に呼ぶのがね、ちょっと難しくて、うん、ちょスカイプで、ちょっとトッププレイヤーを日本の、呼ぼうと思ってるんですけども、どうでしょう、いけますか、みんなにも多分声が入ると思うんですけど、ちょっとね、初の試みなので、おー、うるさい、うるさい、おーいっつって。はい、あ、でかいな。あ、でかいな。声でかいな。はい、もしもし。はい、聞こえますか。あ、聞こえますか。聞こえてんのか。はい、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。どうも、はじめましてね、こんにちは。はじめまして。はい。トッププレイヤーのバイケンさんです。こちらがバイケンさん。トッププレイヤーです。皆さん、声聞こえてますか。ただいまランキング1位ですかね。ランキング1位だっけな。なんかいろいろある。エコーかかってるらしいですけど。あー、じゃあどうしようか。どうすか、設定変えます。これ、もうすごい聞きづらいですかね。で、こっちの、そっちの声は普通に聞こえますよ。あとは、配信リスナーさんが見てる側がちょっとあれかもしれないですけど、どうかなっていう問題ないレベル。いいですかね、このままね。そう、問題ないレベルだったらですね、ちょっとスピーカーから出さないと、カツノコと僕で2人で、あの、バイケンさんの声が聞こえないんですよね。ああ。スピ
ピーカーから出た声をマイクは通してない。あ、そうなんですよ。そうなんですが、何言ってるかは分かる。もうちょい大きいといい。ああ、バイケンさんの声がと大きくしました。あ、どうでしょう、どうでしょう、これボスもおっしゃって、ボスじゃないです、このゴツガーデン、これ中ボスはコメントします、このゴツガーデンとコメント中ボスです。はい、行こうかと思った。もうちょい OK、 ドゥームっぽい。何がドゥームっぽい、ね、振ったりしてないよ。じゃあちょっとどうしようかな、とりあえず自分が試合しますんで。俺の声がまだでかいか。ちょっとランクマーかな。ランクマーですね、初めての人だといきなりランク3から始まるんですよ。ランク3ってどういうことですか。ですね、ランクがあってですね、はい、1、2、3、4、4つあって、はいはいはい、一番最初はもう3に設定されてるんですね、ランクは。はい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 。あ、4からじゃないってことか。ん？で、まあ、でランク内で勝っていくと上がったり下がったり。ああ、なるほど。はい、じゃあ始めたてだから結構強いランクになっちゃうってことですね。そうですね。あ、なるほど。じゃあちょっとボコられるしかないと。まあまあまあ、ボコられて覚えていく。ボコられるしかないと。じゃあちょっと誰か、誰かお願いします。待ちに待った。待ちに待った。スカルが。しょがられ配信が俺の。俺のしょがられ配信が。あら、今。あのプレイヤーマッチで立ててませんかね。あ、プレイヤーマッチですか、これ。クイックマッチだといいんですけど。あー、どうしよう、プレイヤーマッチの方がいいのかな。ケツさん、プレイヤーマッチの方がいいですかね。自分から何にするのって微妙ですよ、まあ、プレイヤーマッチ、じゃあプレイヤーマッチでやります。プレイヤーマッチ、ランク外ルーム作成ですね。はい、はい、あ、じゃあ、ちょ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 、俺のルームレベルをで、クイックマッチっていうのが一応あのランクマッチに当たるもの。あ、なるほど。クイックマッチが一番やっぱ多いんですかね、日本の人は。どうでしょうね。ランク3以上はちょっとあんまり人がいないっぽいんで。あー、なるほど。ランク2になると多いんですけど。はい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 。これルームレベルどうしたらいいですかね。ルームレベルですかね。カジュアル、ね、カジュアルから結構即死コン決めてくる人がいるって。今不穏なセリフ聞きましたね。今即死コンが出てきましたね。まあでも誰でも入れるのが。あ、即死コンって言ってもあれですよ、あの、はい、2対2の場合、1人が落ちるぐらいだけですか。あー、なるほどなるほど。じゃあ、まあ、重大な損失だけど、確かに重大な重大な損失だけど、1人落ちるだけって、ね、でカジュアルにしとこうかな、じゃあ。うん、カジュニー、カジュニーでいこう。え、なんか痛いますえ、コメントやったかっあ、そういうことコメントあったかちょっと入ってきたキャラクターとかをちょっとバイケンさんにちょっと解説とかしてもらう感じで。そうですね、ちょっと最初1時間ぐらいちょっとカツノコの、そうね、この僕の茶番、僕の茶番スカルガールズをちょっとやってから。そうですね、どうやらこのゲームタイマン部屋しか作れないらしくて、そう、トッププレイヤーの試合をちょっとこの見づらい、 見ることがちょっとできないので、うん、トッププレイヤーの配信を僕らが映す感じで、あの GGPO のフレームは1にすると、はい、1ですか。ゼロだとちょっとクククってなるときだったんですね。あ、なるほど。まあまあ緑の人が、通常緑の人と対戦するのが1位がいいですね。よかった、1回医者やったら。じゃあ僕これしか使えません。これさ、なんと僕これさ、あれでしょ、強キャラ中。バレさん、このキャラ最強キャラなんですか。なんかこのキリアですか。俺、はい、キリアは強いって聞いたよ、これ。純ってとこじゃないですか、ね、純強キャラ、純強キャラなんだ。お前ちょっと間違えたな、お前少しちょっと間違えたな、キャラ選択間違えたな、お前。でもあのキャラパワーを出したいっていうのが一番簡単なキャラ。あー、なるほど。戦い方合ってんのかな。どうだこれ。ちょっと練習してるね、ちゃんと。ちゃんと練習してるな、お前。冷風強パンチの横押しがですね、自分の強い。はいはいはい。なるほど。あ、しかもあれめくれるんですね。6割7割6割7割やばい。うわー、やばいやばい。え、これ知りますか。え、これ知りますか。いや、刺さることない。1対2だと1側の攻撃 1.6 倍なんで、まあ、ちょっとしたコンボでも相手は落とせますね、はい、あ、なるほど。いや、まあ、逆だったら逆しない、死にはしないって感じですか。まあ、死にはしない、まあ、まあ、6割7割っていう。バイオめっちゃコンボ長いんですけど、これデフォっすか。デフォですね。デフォ、ははは、デフォですね、とか。あ、やばいやばい、恐ろしい、恐ろしい、コンボ上手すぎんだよ。
コンボうますぎたら、コンボ90ヒットとかで、これデフォですね、これバイケンさん、デフォですか、100超えましたけど、これおぉ、惜しい、惜しい、はい、切る切る切る、はい、はい、はい、これまずいですよ、これ。そしてまた、はい、補正切り、はい、おぉ、うまいね、いい、いい、いい、暴れ。え、ちょっと長っ、相手どういうキャラですか、あの緑のキャラは。緑のキャラがどういうキャラかちょっとわかんないですけど、このオプション、まあ、バラマークがあのウロボロスみたいなものと思ってくれれば。おお、俺の使ってるキャラは結構スタンダードですよね。まあ、スタンダードですね。これちょっと主人公みたいな感じなんですか。主人公です。あ、ストーリーではあんまり目立たないんですけど、主人公です一応。へえ、アレックスみたいなもんです。あーあー、結構よかったですね。ちょっとわかりやすいですね。アレックスちょっとわかりやすいな。いや、これでも難しい。やっぱアシストが強い気がするな。確かに、これやっぱり一人よりも二人ってのがデフォなんですかね。まあそうなんですけど、あの、まあ、あの同じくらいの力量の人が、まあ、1対1で対戦してて、はいはいはい、じゃ あ, あの1対2にしたらアシストつけたら勝てるようになるかっていうと、はい、やっぱ連動の問題で、あ、ちょっと難しい。そうですね。なんで、まあ、ある程度2キャラ慣れてるともう1側は勝てなくなるんですけど、はいはい、慣れてない間だと、まあ、勝てますよ、ね。なるほどなるほど。うわー、アシスト無敵、アシストずっと無敵っぽいですよね、出始めで。一応あの着地した瞬間にですね、はい、じゃないフレームがあるんですよ。へえ、やべえ、相当短いんで狙うことはできないかなって。なるほど。コンボが長いな。もうすでに折れそうだもんな。俺も恐ろしい、恐ろしい、開幕から恐ろしいな、お前。なんだよこれ。いつ補正切りが来るか分かんない。補正切り来るか分かんないですよ、これ。いい、あ、死んだかな、これは。あ、ちょっと待ってる。あ、ちなみにこのゲームって削り殺しはあるんですか。削り殺しありますよ。しかも結構あの削りダメージでかいんで。へぇ、終わらないけど、はい、削って手を。なるほど、なるほどね。一応あの承知してんだお前。アドバの硬直の終わり際にですね、あの、はい、キャンセルできるタイミングがあるんですけど。え、そうなんか。相当難しいんで、あのできる、安定してできるって人がいないですね。へぇ、なるほど。どうしようか、3試合ずつにするまた。3試合以上か。これ3試合目だから。あー、やべえ。一応フィリアはですね、中上技があの立ち中パニとしゃがみ、LP 系以外はあのガードされて全部不利なんで。あ、そうなんだ。立ち中パニで止めてヒット確認っていうのができると。はいはいはい。へえ、ヒット確認か。あ、あの表か裏かちょっと分かんなかったんですけど。うわー、何からコンボだ。相手のキャラ面白いな。抑えてる間が強いんですよ、これまた。あ、フィリアっていうキャラクターは、はい、なんかそのどんなキャラなんですかね、これ。そう、さっき言ったジャン、まあ、テイクジャンプダイパーみたいので横押し、横押しが強いキャラなんですけど、ちょっとあんま機動力がないなって、はい、でもちょっとまあ弱い、うーん、系のキャラ、はい、でまあ攻撃が単調になりやすいんで、それをどうフォローするか。あー、なるほど。端っこに追い込んでしまえば、くっそ強いんですけど。え、あ、追い込んだ、端に寄せちゃえば強いんだ。はい、なるほど。こう、中段4、4連続の中段とかで。4連続の中段。ちょ、カズマさん、ちょっと、俺のまだ早いっす。俺の早いっす。あ、お前パンチらしいぞ、お前。いつも俺早くトッププレイヤーして、あー、トップレイヤー見たくなってきたな。トップレイヤーして。あれ、もう1時間やったかな。もう1時間やった。あ、これどうやって終わんでほしいの、これ。いやいや、俺、もう一度戦うやつ。え、3試合だよね。もう3試合やってやって。あ、もうやった。そうだ、ちょっと俺の負けず嫌い精神が。これどのタイミングで終われるんですかね。この試合終わった後もあのメニューが出た時に一番下にゲーム終わる。あ、そうだ、じゃあ数の子がね、もう僕が頭って心が折れたら僕が頭って起動してもらうという。僕が頭って、あ、コンボかっこいい。同じキャラと思えんだ、このコンボの長さ。これってちょいちょいそのコンボがなんか空中の相手に当ててるのに地上ヒットになるじゃないですか、はい、あの条件っていうのは何なんですか。あれ、まあ、単純に最低空で当てるとかそうですか。ヒットスタンフレーム中に着地すれば。あ、そういうことなんですか。チームの JD みたいな、そういう仕組みなんだ。確かに北斗より長い。確かに
これもう両手膝の上でいいんですかね、バイケンさん。これまあ布石に備えておいた方がいいと思いますけど気づいたらなんか補正切り一回されてるっぽいんですよね気づいたら気づいたら一回されてるっぽいんですよ、どっかでなるほどね。やっぱ初心者の人はあれですね、あれですよね、カジュアルでやらないで初心者でやれってことですよね。まあそうですね、レイプラクティスか、まあ初心者もでも来るでしょう、はい、練習か初心者で。ちょっとこのカジュアルってのが多分 俺の心を折りに来てるんでしょうね、きっとこのなるほどなるほど、これ初心者にしちゃう、初心者にしましょうか、しようか、初心者にしましょうか。なんかこのあ、こうカジュアルな感じだねって感じだったよ、今ね、コンボがね。あ、もうカジュアルだねとか言って。起きたよ。で、なんか。あ、1にした方がいいんですよね。1にします。いや、強えな、マジカジュアル。でも、カジュアルの上はもっと強いってことだもんな、エキスパートは。まあ、でも、ここまで来ちゃえばね、カズノコの好きな足がりがね。いや、こっからでしょ。初心者だもん。初心者だもん。初心者狩りは得意だよ。初心者だもん。初心者だもん。完全にね。さすがにね。いや、さすがにいけるでしょ。もう初心者だから、これ。よし、ワクワクしてきたぞ。コンボができてっていうあれですね。やっぱコンボ練習必須っすよね、コンボが長いゲームだから。おっとっとっと。開発者曰くゲームバランスはアクセントコアなんで。そこギルティギアか、いやー全然アクセントコアよりひでえぞ、このスピードゲームスピードが速すぎるぞあ、ダメでした、いました、あ、ありがとうございました。セレブラはあ、殺した殺した、拘束時間が長いんで固めてる最中にアシストを使って、はい、またフィリアが崩しにかかるというチーム編成ですね。なるほど、あ、なるほど、相手のチームコンセプトがちゃんとあるんですよ。いやーできねー、このゲームやっぱりその切り返しがすごい難しいとかする感じですか、攻めてる側がすごい強くて。1対2だと1側が使えないシステムがあって、チームでガード出してチームメイトを交代するっていうシステムがあって、あ、はい、1側はそれが使えないっていうのはちょっとまあ大きいですね。なるほど、システムはアドバンシングガードなんですけど、はい、これがリズムの高い攻撃の途中でアドバンスすると離れないんですよ。はい、なんで最終段を見極めてアドバスに行くのは、なるほど。おっ、初狩りした、初心者レベルだったらいけるかもしれない。でも結構いい勝負だったよね、初心者レベルだったらいけるかもしれんぞ頼むっつってよし、第2弾攻撃 1.6 倍なので、1対1の時に1万中心ぐらいのダメージを与えれると相手側は少し、なるほど、 1.6 倍、あー 210% 2.1 倍です。あ、体力が2倍以上あるんだ。あ、じゃあ別に1人のキャラでも、あ、1人のキャラでもまあこうなると辛い。なるほど、確かにめちゃどうしようもないレベル気持ちよくたの判定がでかいんで、また昇竜拳打ったのにみたいな気持ちよくなってました。じゃあ昇竜拳打った時空中で竜巻、はい、計2つの超必殺技で逃げるっていう。あー、なるほど、これが着地が隙がほとんどないんで。あ、しょがしょがしょがられしょがられなんか可愛いんだよね、勝ちポーズ確かにあなんか初音ミクみたいなさ、初心者モードですね。そういうカラーなのかな、本当に初心者、いろいろパロディカラーって、フォーチュンというキャラの、モリガンカラーとか、ユーマリーカラーとか、いや、これ早い、マジゲームスピード。ショコラレクソメガネだから、ショコラレクソメガネだけど、やだだだだ、ショコラレクソメガネってなんか取り柄ないんだけど、お前も。コンボかっこよすぎた。間違えたー、いやー、はい、サルコプターの範囲が大きいんですよ、これ。あ、でも全然着地交渉がないです。これって、例えばなんかアルティメットマーブル VS カプコンみたいにアシストに攻撃を当てるとダメージアップとかそういうのはないの、はい、一応 1.2 倍ですね。あ、 1.2 倍あるんだ。確か 1.6 倍、 1.06 倍だったんで、あれがいいなかったんですよ、はい、え、へぇ、この中に来たのかな。
おお、駒投げ。オッケー。あー、相手ミスりましたね。よし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 。あの手でかいやつ、あれはやっぱ投げキャラですか。投げキャラですね。あの1ゲージ駒投げが、あの手の範囲が全部倍なんで。おお。やっぱアッパー調整なんだな、みんなどのキャラも。勝野さん、また3試合以上やってますけど。やってますか。確かにやってますね。ゲームスピードが速くて、あれ終わったことに気づいてない。でももう5試合やる。4試合でもいいけどね。4試合でもいい。これガードできるのすげえな、マジ。4試合超えてるよ。いやー、このゲーム、やばい。ハラハラする。足が強いんですよね、これまた。危ない危ない。なんで日本じゃフィリアが一番使われてるんですかね。今回では人気ないんですけど、この違いは何なんだろうな。違いが分からないですね。ミスターコンボ。おお、速いゲームスピード。おこれじゃないっぽいんだよな、コンボ。昇竜拳ミスターあれじゃあ赤いバウンドが出てる最中は聞こえるんで。あ、そうなんすか。はい、コンボを継続してください。青い時はちょっとまあ受け身取れるタイミングなんでコンボはなかなかできないんですけど。はいはいはい、はい、昇竜だけはうまいとかいうコメントが来て何を見てるんだって感じ。おい、ま、5試合目だぞ、5試合目。あ、5試合目で、これだぞ、これだぞ、5試合目だぞ、お前。ゲームスピードが速いのが面白いな。そうですね、前バージョンに比べて 5% くらいスピードアップ、ゲームスピードアップしたんですよね。上がったんだ。見えねえ、あれ。あのコンパクロ、そのままね。お、パクったコンパ減るね。コンボパクっていく。これ結構減るんじゃないですか、そのまま。あのこのゲーム補正がですね、あのヒット数のみなんで、はい、最初にでかいの入れるとめっちゃ減るみたいな。なるほどなるほど。ああ今度違う。補正切りしていく。よし、ありがとうございましたって感じで。ありがとうございます。中段見えないな、これ確かに。見えないね。テイクジャンプ強キック発生15フレームだったかな。うわあ、そんな。ですよ、コンボパクりましたよ。ね、覚えたぞって感じで。パクりましたよ。ありがとうございました。すみません、大変ありがとうございました。さあ来ましたね、次の人。これってあの対戦相手の人も、はい、カジュアルじゃねえや、初心者で検索してるってことですよね。検索調べるのは、はい、レベルと、まあ、ルームレベル全てっていうのがあるんで、あ、はいはいはい、まあ、それ指定しなくても出ることはあります。あ、そうなんだ。おいしい。あれ、画面端しかいないのか、あのパクったコンボ。あ、フィギュア、フィギュアいっぱいです。フィギュア多いですね。フィギュアやっぱ多いですね。まあ、結構普通に、なんだろう、オーソドックスに可愛いキャラというか、なんか日本人受けしそうなキャラではありますけどね。あ、確かに。あー、コンボ違ったくせー、終盤のコンボがない。いやー、捕まった、まずい。バラしてしまいましょう、もう。まあ確かに、もうバラしてしまいましょう。昇竜ゲージ技は暗転後発生0フレームなんで。おー、なるほど。ほぼ打ちました。なるほど、こんな性能いいんだ。そしてガード深い。あ、だからガード入れる前に入れとかなきゃですね。なるほど。昔そんな技があったね。うわー、まずい。ゼロ騎馬です。いけ、ゼロフレ。ゼロ騎馬か。うわー、ゼロフレ強え。ラルフの交代攻撃が。それでいいな。炎熱ツーリンと。来い、ゼロフレ。お、ゼロフレ決めていく。早い。これがもう。ディレイドとかでもまあ大活躍なんですね。ダメージでかいし、ゼロフレー、うん、あー、ゲージがもうね、ゼロフレやろうと思ったらゼロフレやろうと思ったらゲージが完全だ。パスできる。いやー、これも飛び道具で倒した方がいいな。
いやー捕まる、危ねえ。1対1でも、あ、1対1の時は日本選手か。あ、いやいや、あれ全部2試合選手だったっけ。いや、2人、相手が2人の時は1本選手だったよ。1対1の時は、まあ、あの日本選手になります。あ、そうなんだ、へえ、そんな試合なんだ。やっぱ試合終わるの早いかな、これ入んねえだろ、雨じゃないと。来ましたよ、うわー早い、このゲーム端っこのコンボ完走できれば6割プラス置き攻めと、6割そっから触ってさようならっていうのが、まあ主な狙いですね、フィギュアの。なるほど、オーソドックスでなおかつ強いと。クソキャラですはい、いいですよ、同キャラ得意かもしれないですよ。ホット向いてる方が違うねって感じですねいいぞ。これ最強キャラってどれなんですか。最強キャラはフォーチュンですかね、猫の。あ、猫なんだ。あれ最強キャラなんだ。いや、あのコンボができないと最強キャラではないんですけど、コンボがクソ長いってことですね。実はあのゲージ1本指導小足で即死が見つかって唯一のキャラなんで、ゲージが勝っちゃうキャラっていう風になってますね。これはやばいな、小足で即死って。開幕小足が下がったら死ぬ。ははは、開幕終わったら。いやー、カズノコ猫好きだもんな。いや、俺猫昔から好きだったから。猫好きだもんな。でも難度めっちゃ高いっす。あ、やっぱ高いんだ。なるほど、いいっすね、そういうの。はい、ゼロフレー。でもあの、簡単なコンボでもまあ1万以上取れたりするんで。1万ってやっぱ強いですね。で、昇竜っぽい蹴り上げ技を持ってるんですけど、はいはいはい、その弱昇竜の蹴り上げ、あの昇竜技がですね、使ってもジャンプで派生できて、ガードされても硬直が9か10しかないんです。9か10、いやー、ゼロフレバネっすね。確かに、その弱昇竜に久保さんが切れた。いやこれ一番テクニカルなキャラも猫ってことですね。テクニカルなキャラはペインホイールっていう背中に風車ついてるやつですかね、はい、へぇー、ああのーコマンド技であの飛ぶんで、あのはいはいはい、はい、なんだろう、センチネルみたいな。おお、なるほど、アルカプに例えてくるとは。いいっすね、助かります。これダメージの子も違うっすよ。いや、まあ、ペインホイールにはセンチネルカラーがありますし、あのストーリーがエグいやつですよね。やべえ、指が忙しいこのゲーム。連戦結構きついのかな。そう、このゲームさ、ストーリーがかなりエグいんだよね。エグいんだ。そう、ほとんどバット各キャラクターの。いやー、これきついか。ゼロフレ。ちょっとコメントに答えると一応自分あルーティーズでしたね。あ、そうなんか。バイケン使ってやっぱり。ポチョムキンです。ポチョムキンだったバイケンって名前です。なんでバイケンじゃないねんっていう。Xbox のタグだとあのバイケンって打ちやすいじゃないですか。ポチョムキンだと。はいはい。長い。確かにポチョムキン長いです。確かに。そんな理由なんですか。そういう理由。そんな理由。長いなそれ。これアドバーがきついな、アドバーの対策だったら海が一番打ちやすいんじゃないかっていう。海に短い。いやー、昇竜拳。はいはい、あー繋がってね、なんでやりたい放題なんだけど、コンボコンボの試合できるさ、ベラボーとかなんか確かに、ワンパクとかね。ワンパクとかあそこら翻訳しなくてもいいって感じ。この3戦やったかな、何回やった3ウィンだから3戦したよ。あ、3したか。いや、難しいなこのギルティー勢だったらね、ギルティー強い人は大体知ってますよ。お、もう井上さんとかもう、いやあの人かなり性格いいらしいですからね。マジっすか。いや、まあ、超イケメンっすからね、しかも。困ってるじゃん、困ってんじゃん、まあ、困ってるね、まあ、かなり困ってんじゃん、まあ、困ってるね、悪いことしたなと思ってますね。はい、ましたね、そんないい人、うん、ちなみに誰のファンですか。え、
ですね、このプレイヤー好きとかありますさすがに井上さんのファンですね、まあ、やっぱり井上さん泣けるね泣けないだろ泣けはしないだろお前あ来たぞ、まあ、可愛いキャラ一番あー一番可愛いキャラ来ましたねこれ来ましたね一番可愛いキャラ問題だなちょ見てみたいなでもそのね恐ろしいやつおお恐ろしい恐ろしい だまだもうすでに恐ろしいんだけど中断おえな無敵あんの無敵あんの飛び道具に無敵があるという新しいあーあれですね、まあ、発生遅いんですけど無敵があってはいはいはいあのよろけるあーまあもういしなかったあどっか行った行くあーやれ顔が邪魔で、うん、顔暗い判定あるんですよ同時にあの一応顔はですね、半分のダメージをあの補正受けずに食らうんですけどあ、じゃあ結構減るんだ、でも顔に当てても KO はできないんであ、顔だけ当てないと KO はできないんでなるほど困らんやそれいや普通の投げなんか投げってこれタッチガードしないと投げ抜けできないんですよねそうですねまあ広いねなんかしゃがみガードだと投げ抜けできないらしいんだ何それ交代お前頭残っとるやんけお前ただ頭残っとるやんけ頭じゃない頭じゃないいやあれ頭狙ってもいいんだねこう本体が出ていくと頭に暗い判定はないんですけどあそうなんだあないんだー一応この地相手のチームのコンセプトはパラソウルの弱ショットっていう飛び道具兼設置技で、画面を制圧してフォーチュンの機動力で押していくチームですからねあー危ないかったウルバリンドゥームみたいなそうですねあーゼロフレガードガードシールゼロフレをガードシール読まれたついに読まれたレバー後ろに入れたってことだあれあちょっとコンボが難しいかよしあー顔がよし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 パラソウルってキャラは強いんですか？まあうちのキャラ使ってるんですけど、そこまで、まあ、中堅ってとこじゃないですかね。火力が最低なんで。なるほど。あ火力がないんだ。設置系のキャラですよね。なんか次あのベノムみたいな。ベノムみたいな。ああ面白そうですよね。みたいな。おお。あめはじく。ああなんかあれ。あれ同じパーツ使っちゃってるのか。おぉ、あれか。あー、あれね。あれバースですね。あー、ダメージは少ないのか。うわぁ。うわぁ、顔が邪魔。最低クラスって言っても、2回当てれば勝ったりするんですけど。まあ、確かにゲーム性的にそうなりそうです。ゼロフレ。でも結構全体的に火力はインフレしてる感じの。そうですね。即死持って即ゲージさえ剥げば何が使えるか半分のキャラは即死持ってるんじゃないですね。すごいなこれ。ありがとう。いやーここおおなんかベロムじゃねえ。エディっぽい。お願いします。ゼロフレ。ああ。まあでもゼロフレって言われたらやっぱ離しちゃうよね。離しちゃうよね。ああコンボミスがひどいな。もう無敵技。うわー無敵技だ。うわー無敵技が結構減る。あれ補正切りしてこないか。補正切りかな。これは。オッケー。顔も外れていて。ほんま顔。顔を殴ってかないで顔。一応投げの後端だと追い打ちできますよ。あマジか了解。まあ中央でも突進超飛とか。はいはいはい。いやーこれはよいしょーゲージ3本技新勝技後ろになんかなサメみたいなやつがいるんだよ何なんだあれサーシャやってないか一緒かおおふぅ強いな海外勢は多分海外勢が、まあ、即死コンボやってことは大会あ配信とか見てもあんまりないんですけど多分あっちの通信の問題じゃないですかね結構シビアなんであーなるほどちょっとラグがあるともうできなくなるへーねえなんでやっぱ回線事情というのが姿勢がう
うわー見えねえ、これが見えねえ。オッケー、裏から行く。あーコンボがうまくいかねえ。こうか、この高さか。あーコンボミスがひどい。うーきつい。おお、痛みは中盤の指導じゃなくて立ちキックの方が。あ、マジか、立ちやキック。なるほど。ええー、ね、うわわわわ、おお、なんかすげえシューティングキャラか。削れろー。あー、削れた、削れた、削れた、削れてる。あー、パラしちゃった。足を好き少ない、削っていくか。よし、ちょっと面白かったな、このゲーム。結構コンボできるね。いやね、でもキャラゲンらしくて、俺の知ってるコンボ。パラソルは重量級なんで、あの前の放送でやってたコンボ入りますよ。あ、マジですか。はい、重量級なんだ、これで。体でかい、でかいですもんね。でかいっちゃでかいけどね。ね。よし。でもこのゲーム、ベスト8から、そのメインの、なんだろう、メインの台っていうか、壇上みたいなところでやれるらしいですよ。ああ、らしいですね。優遇措置されてるんですよね。メインだったらな。ベスト8まで上がれる自信があるんだったら、行っても全然って感じですかね。メイントーナメント、めちゃめちゃもう、行く気満々だったんですけど。おお、行く気満々なんですか。日本勢みんな行ったら暑そうだな。確かに。トップ8が配信のらしいですね。あー、多いんだな、このキャラ。結構人気あんのかな。あの、かわいいから、まあ、このカラー結構いいね。猫かわいいもんな。これガードするとか。とか、ミスフォーチュンさ、キャラ的にすごい魅力的だと思うんだよね。あー、まずい。一瞬一発ですかね。猫は死なないみたいな、このキャラ設定いいなと思って。俺の使ってるキャラ、これ飛び道具、飛び道具で立ち回ってもいいんですかね、わかんないって。まあちょっと使いにくいですかね、それは。あ、まあちょっとした牽制みたいな感じで。あー、まずいか。ガードスルー、これを腹の。あー、間違えた、今度。あの、まあ、あのたまに猫が頭を起こしていますけど、頭を持った攻撃、タッチ中パンチとかタッチ強パンチ、しゃがみ強パンチかな。その時にカウンターで攻撃を当てると、あの頭勝手に落とすんですよ。へえ、そういうのもあるんだ。へえ、なるほどね。うわー、すごい攻撃になってます。バレンタイン、なるほくん、バレンタイン使ってたな、そういえば。バレンタインか、ナースみたいな年だしな。いやー、コンボわかんないのか、ちょっとしょっぱいな、俺今。うわー、スピードが速い。おお、パックンチョ、パックンチョして無敵技か、あれ、危ねー。あれが昇竜拳か。昇竜拳、毎回さっきはしゃがみ中継なんか勝利拳なんだよね。勝利拳かどうか見たくね。俺の好きな読み合いね。結構好きなんですよね、このフリーフレームをワーッと背負ってからの勝利拳の見たく。結構好きなんですよね。本当は中盤で一確認しないとダメなんだもんな。地上戦してないもんな、俺は。一確認できないとあとセレブラーアイディアとコマンド投げで投げられ放題。なるほど、あー投げキャラか。コマンドが安定が全部なんで、はい、いや、ゼロだから。これ空中戦強いゲームなんですかね。でもやっぱみんなずっと空中にいますよ。空中戦ですね、基本。空中戦か。空中戦は、フィギュアは空中戦がいいですかね。なるほど。地上はちょっとまあリーチ短いんで、こう発生が遅いので、あ、どうしても横を失って、まあ、引っ掛けてからコンボを当てますね。コンボ長い、こいつ一人のくせに。あ、ホセ骨切りされてる。ホセ
このミスフォーチュンってキャラクターは基本的には顔を好きで戦うんですか。いや、だいたい外して戦い、あの外すのは技のついでにですね、連携みたいなもんです。で外してその後は拾わずにって感じですか。あーあー、これは、ああ削れた。外すのはまあ本当に押されてて、あのさっきの頭転がし、はい、ぶっ放したりとか。ああ、その時自分から外すってことはあんまりないっていう。あ、あの本当にコンボを入れる時だけ。なるほど。そのなんか例えばギルティでエディみたいに、あ、これでなんかイニシエートしていく感じじゃないですね。ああ、でもね、あの一部のキャラにはあの頭外すと、こう、有利受けるんですよ。うーん、あ、ヨーグの下を頭をくぐっていけるんで。はいはいはい、なるほど。自分としては猫に頭外されるとちょっときついかな。やばい、ゲームスピード早すぎて。あー、まずいぞこれ。頭外れてると片目がちょっとすげえ強力なんですね。あー、なんか一人だけジョジョみたいなことやってますもんね、これ。設置系なんで。わー、長い。このコンボ、熱い。熱いね、このコンボ。どこでも。あー、でもこっちは強かった。あー、犬、犬じゃねえや。顔が。顔コーヒー。恐ろしいやろと。あんま、これが強いですね。来ましたー。いやー、ゲームスピードが速すぎるなー、このゲーム。コンボできるんだったら、マジで、スピーディーなゲームになるな。いい、そうそうそう、ついついギルティの言い方しちゃったけど。ああ、ミスった。ゼロ骨だから隠せそう。隠なんですよね。あー、まずいぞこれ。画面端だから、こっから6割、画面端だぞ。 OK でした。あー、顔が、顔が死ななきゃ安いゲーム。これもう削っちゃえばいいですよ。これ削っちゃえばいい感じか。確かにね。いや、おもろいな結構。なんかアンロックされたね。ん、なんかアンロックされたね。アンロックされた。ネット対戦で勝利した、対戦で25勝すると、はい、そのカラーが、アンロックされますね。カラー、はい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 。いや、カジュアルはいかないよな、お前。まあ、初狩りしたいでしょ、その。まあ、30試合もやってないんだからさ。うん、30試合やってるからも。あ、ありがとうございました。すいません。ありがとうございます。こっちも赤っぽいな、全体的に。あ、これでしょ、あの、なんか。わあ、見たことないキャラ来た。難しいキャラなんだっけ。メインホイールですね。メインホイール。なるほど。一応補正切りが多分最強キャラですね。補正切りキャラ。なるほど。後ろのピーコックが飛び道具専門なんで、多分上からものはポンポンポン押してくると思います。なるほど。こいつストーリー相当エグいぞやったこいつ。そう。普通の女子大生か誰かが、なんかその拉致られてこうなっちゃいましたみたいな。改造されましたみたいな。やだねー、そのストーリーたち。あ、一応アーマー持ってますね。一応アーマー中に攻撃を受けると、その攻撃をダメージ上乗せしてカウンターするっていう。でも一応あの地上のアーマー技っていうのは、こっちのあの足払いにしゃがみ込みを切って一発抜けられるので。なるほど。まあ一応足払いはペイントをセレリアには使える技ですかね。この帽子持ってるやつはどんなキャラですか。これ飛び道具キャラです。飛び道具キャラ、ほんとシューティングで、しかもワープ技を持ってるんで。あ、ワープ技もあるんだ。そう、こいつもね、設定がね、相当ひどかった気がする。このストーリーが主人公ですね。マジで主人公ですね。奴隷だったでしたっけ。そうです、元奴隷で、元奴隷、全身刻まれて、みたいな。あー、そういうこと。それが体がどうかサイボーグみたいな。全身刻まれて助けられたけどみたいな。
強いな俺のキャラ、このキャラ。フィギュアに対してもう何だろう、逃げることしかない。なるほど、接近戦やることなさそうでしたね。ペイン、ちょっとペインがですね、アシストとして本当に向いてないんで。ああ、なるほど、はい、先方向きのキャラと、ま、前に出てると、はいはい、このチームはちょっときついんじゃないですかね。なるほど、でも交代した時点で結構苦しかったと思う、はい、なるほど。うわー、なんだなんだ、そう、あのジャンプ、キュート、こうジャンプはその性能のためで、ペインはフィリアにはなんとか追いついていけるんですけど、キュートはですね、ちょっとフィリアにかなり相性が悪いと、ちょっとペインちゃんに頑張ってもらうでした。いやー、絶対俺のコンボ安いんだろうな、これ重量級のコンボしか知らないっていう。うわうわー、補正切りじゃないか。うわー、すごい見た目。おー、やばいやばい、うわー、すごい。俺は妥協していく。カードもちょっとこっからピーコックが禁止、無敵がない。無敵あるんですよね、無敵あるんですよ。あ、さっきのテレポートするやつが、あれ無敵当たすか、隠れて、隠れて、無敵ありますね。あ、あれ、あれ全然弱そうだったもんな。結局隙がないんで、隙が少ないんで。あ、待てた、勝った。なんかタケコプターみたいな。うわー、まずい、これはまずない、ん、途中、うわー、うわー、楽しい。途中打ち上げて、フライトからの投げや裏表、タックル迫る、迫って延々とコンボをやっていくキャラですね。なるほど、やべえな、このキャラ。部屋が見つからねえって人いますけど、おー、部屋見つからないんだ。これさ、初心者、部屋は埋まってると表示されないんで。あ、なるほど。これ初心者言うてもさ、結構強いよね、みんなね。ね。コンボできてるもんね。うわ、飛び出かんのか。おお。ただゲームスピードが速いし、押し付けがすごい、なんか押し付けもあるゲームだから、なんかあんま知らなくてもいけるぐらいにはいけるなって感じ。あー、繋がらんのかい。裏抜けるんかい。お、あ、交代したのか。暴れていく。フリフテーマを背負ってダメージが半端ない。え、なになに、あれが無敵技っぽいんだ。ただ遅いんだよな、こういう発生が。いらないな、これ。良心的なダメージ。立ち回りやろ。プロゲームにしたら良心的なダメージ。刺激できないのがビームの楽しみですね。あ、ビームの後にあのディレイドやって、そのディレイドから次に取られるといいんですけど、ダブルとか、ダブルの相性いいんですよ、これがビーコップ。ダブルってなんですか。あのでっかいゼリーみたいなやつ。ああ、子供が初回にされてたやつ。あれがですね、はいはいはい、前バージョンで最強の各大会で暴れまくったっていう組み合わせなんで。まあ今はちょっとあれですけど、あ、大会か。まだ修正されたので。なるほどなるほど。調子乗るか、調子乗ってみよっか。調子乗ってカジュアル行ってます。ちょっと調子乗って、でカジュアルでも初心者が来る可能性もあるから。あ、そうかそうか、なるほど、確かに確かに。よし、カジュアル頑張ろう。カジュアル勘違いしに行きましょう。ちょっとあれ、これ勘違いした可能性あるぞ、これ。あ、勘違いした可能性あるぞ、勘違いした可能性あるぞ、これ。同じ人の可能性あるぞ、これ。これ勘違いした可能性あるぞ。勘違いした可能性あるぞ。同じ人の気がする。あー、そうですね。同じ人っすよね、これ、多分。同じ人？いや、同じ人の可能性がある、これ。これは1試合で終わるパターンだな、これ。あ、でも違う、キャラクターが変わってる。人が違うんじゃない？人が違うのか。アシスト強。攻撃の、まあ、ケツ、まあ、フォーマットボンバーっていわゆるケツって言われてる技なんですけど、はい、今日だとあの
あいつの制圧に使うキャラ技だよ。ああ、なるほど。あれ昔はあれに無敵圧してて、あれで暴れまくってたから。今はその無敵っていうのは弱率がメインで、今日だと相手を押し返したり画面端に押し付けたりするっていう技には、ね、ちょっと使い分けできるってことで。あ、アシストが違ったか。これは超幻影剣的な、完全悪役っぽいよな。あれ3ゲージ使ってんじゃないね。あ、3ゲージ1ゲージでございましたか。1ゲージの動画ですね。バクセの性能めっちゃいいっすね、あいつ。まあ、無敵何フレームあったかな。一応まあ無敵ありますね。で前出しの方に無敵あるんですけど、まあ5フレームしかないんで、持続の長い技だと大体なんですけど、まあ相手にもう裏に回れるっていう意味では強いですね。これ重量級で相手のコンボで入るんですか。入るっぽい。これも重量級っぽいね。車の技がですね、あの出現位置を前と後ろで選べて、ワールドコンボが変わってしまうっていう。なるほど。やっぱりこの強い技なんですよ。完全無敵で。お？確定か。これうわ恐ろしい。通りますみたいな。来たぞこれ。パックンチョ？あ、終わった。おお、終わった。アシスト変えてくれたと思ったら、アシストでも、ね、アシストでも昇竜が一番オーソドックスなんですかね。結構みんな昇竜の。まあ、敵技ですね。やっぱ一番多いんだ。切り返しは難しいから。そのせいでまあフィリアが多いっていう。ああ、なるほど。おいしい。もうガンガン攻撃しよう。あ、出ないですね、アシスト。アシスト変わってないですね。変えられるんですか、あの時の攻撃。うわー、コンボ投げ。一応今日ホーネットボンバーっていうのはダムのご主人は無敵はないんで、出てきた時にペチッと殴って追い返すっていうのも。あー、なるほど。まあ、フィギュアちょっとリーチが短いからもう進めできないんですけど。はいはい。あ、逆に投げた。あ、それだけあるのか。おー、はいはいはい。ダブルがなんか火力が高いんですね。まあ、ピーキー投げなので。このゲームの投げっていうのは同時押しなんですか。はい、同時押しですね。あ、同時押し。弱同時押しとかなんですか。弱パンチ、弱パンチ同時押しで。あ、なるほどなるほど。じゃあ空中投げもそういう感じなんだ。はい。お、これか。負けてる。おお、熱い。ああ、昇竜拳ずれなかったんだ。あれ、暗転返し。安定返しの技間違えたくて。このままちょっと全身無敵なんで。ああ全身無敵。え、あれ昇竜拳でも返せなかったですか。あれ返せないですね。えおお、あの調皮を常に警戒しないといけない。かわいい調皮だね。かわいいね、あの調皮ね。俺すっげえパラしたくなってきたもんなるほどね。かわいいね。ガードされたら攪拌なのかな。どうなんだ。まあそうですね、ガードされたら。あ、なるほど。一応読めってことだ。前と出現位置が、まあその方は一応前からしか打ってませんけど、後ろからも来るときあるんで。えっ、後ろからも来るんですかね。はい、なんで前と後ろの画面端っこの距離に合わせて端があれば。なるほど。なんかクマっぽいね、 P4U の。おお、で、あのウロボロス、まあ、あのコブみたいなわらわ出しつつワゴンを出されると、なんだろう、オプションのせいで、完全、ほぼ完全に立ちになるっていう。なるほど。で、ダブルは、2ゲージ持ってるダブルは完全にフリーにすると、かなり困ってる。へぇー。あー、これ、実現でいいやつ、いいわ、なんだ。頼む、何個起きろ、何個起きろ。正義に来ても分かんないからね、あれね。ね。あー、あれだるいな。いやー、長飛怖くて行けないんだけど、ね、あー、昇竜足を持ったダブル。おー、うまい。遅かったー。これはガードが間に合って、ガードが間に合って、目の前に出てくるんだね。なるほどね。
いやーゲームスピードが速すぎるマジ。出ろ来ました死んだか船長あもう一回行かないあっちもゼロフレーバス君長ドリルっすねオッケードリルいいねいいね3試合やったこれ3試合やね3試合やったかいやありがとうございましたカジュアルいけるねカジュアルいやカジュアルだね今日カズノコカジュアルだね今日ねだろカジュアルだろはなんかすげえ電話来てんだけどなんだこれあなんか、ケイスケさんが電話じゃないなんていうことこれ。わかんない。急用じゃない配信を映すとかあるんで、ちょっとケイスケさんいないときついな。いやー、いいですね、これ。いいですね、よかった。放送事故起きなくてよかった。部屋入れませんかね。お、全部単体。お、単体ですね、確かに。となると、あのペインホイールのジャンプ中パンチっていう前前方の方に車輪をぐるぐる回すジャンプ攻撃がですね、はいはいはい、非常に範囲がでかくて暗い判定がないのであーなるほどこれがフィリアきついんですよあれをブンブンするわけですねフライト中になんとかまあ飛んでる最中はガードできないいや、ちょっとあ、なるほど音量の調整が入りましたが、まあ、あんま変わんないかなたまにやってきたな、コンボもう軽量級のコンボ分かんない刺ってウェーボール、強パンチジャンプ強パンの押し付け、半端ないなねねマジこのキャラ強いっすねフィリアのジャンプ強パン対フェインのジャンプ中パンチみたいなもんですかね、これは飛び道具置けるし、って感じは飛び道具に関してはちょっとペインにあんまり役に立たないですからねあ、そうなんですか常に、まあ、とあのペインは地上での機動力が死んでるキャラなんで、はいはいはい、常にあの飛び回ってるようななるほどうーん名誉ある勝利いやこれゲームスピードがマジで速いワンちゃんアルカプール速いまであるこれうわーかぶったなぜあそこもミスっておーめくりかまの見えねーゲームスピードが速すぎだね、はい、危ねえいやーよかったうわなんだなんだおおビビったビビったコメントに答えるとフィリア多いみたいだけどフィリアにかぶせられるキャラフィリアにかぶせられるキャラ単体となると猫とかダブルがフィリアにはまあ有利じゃないかなとうわぁなんで猫はきついんですかですねジャンプ攻撃は全てあの猫の勝利に勝てないんですよあ、なるほどじゃあ結局上からかぶせられないとごめんどくさいしかも地上もあの猫のしゃがみジャックキックが、はいはい性能がいいんで、これはまだへぇ、きついわけなんですね、これはなるほどダブルはですね、あのダブルはジャンプ強化は、まあ、ピーコックと同じ技を取ってるんですけどもそれがバリアになって、近づけないはいでしかも、低空ダッシュ中は防御はできないんでそれに、ダブルのジャック・ホーネット・ボンバーが刺さりやすくてでそこから消費、6割プラス置き攻めみたいなまあ、ダブルポーチですかねかソロ対戦ならなるほどカジュアルなんじゃないちょっとカジュアルだねカジュアルなんじゃない、ね、ちょっと次調子こいてエキスティっちゃうエキスっちゃいますかライトオン卒業しちゃう次でもエキスパートはやっぱバイゲンさんみたいなレベルの人がうじゃうじゃいるってことですよねあー即死勢即死勢即死勢そのエキスパート1試合やったらじゃあちょっとこれはプレステ3ですねいいぜどっちか行くかな今2人押してますけど
どうやってやったの、ね、箱のスカルガーズはあれですね、まあ、あの追加だけ DLC キャラが来たらその時にパッチが来ることを期待しましょう。うわぁ、コンボ投げんすか。そういえば、キャラクターが増える予定でしたっけ。パッチー、おぉ、少々少々 PC 版もいつになるかなと。あー、かわされた、読まれた可能性、読まれたんだ今。なんかもう技もエグいんだよね、これも技エグいね、確かに。見た目ね、見た目。これがもともと女子大生、いや、ただの女子大生、女子高生、女子高生、女子高生か、女子高生がさらわれてこなっちゃったからね。これは辛いね。しかもこれこうしたのバレンタインでしょ。え、バレンタインじゃないと悪いやつなんだあれ、あ、フィリアはあれですね、あの気づいたら頭についてたみたいな。あ、あれですよ、右側のやつ、あんまり語られてないかな、右側のやつですね。いや、ペインホイールはあのバレンタイン、カード買った、バレンタイン、バレンタインに移行されてしまったという、こんな体にされてしまったという。バレンタインどんだけ悪いやつだ、あいつ。いやー、うわー、うわ、反応が早い、ボリューケン。フィリアはね、ユンゲラーみたいな、朝起きから朝起きかな、髪の毛がこんななってましたみたいな。うわー、宝石みたいになってる。金髪だったんですけどね、フィリアちゃん。え、そうなんだ。あ、そうなんですか。あの、一応あのか、なんだ、このゲーム始まる時の、はい、オープニングのフラッシュ、あの、なんだろう、フラッシュしてる最中に一応金髪フィリアの絵があるんで、はい、ちょっと見たくなっちゃったな。あのニコニコ動画にあの解説動画がありまして、フィギュアの解説が最初に、そこにちょっと見ていただけると分かりやすいと。フィギュアに対して、いやー、あの移動が熱いんだろう。ナイス、はいはい、行くか。うわー、あー、めくりガード、やべえ。これコメント見る暇ねえ、このゲームこのゲームコメント見る暇全くねえぞ。ねえ、嘘見せたら死にますか。嘘見せたら死にますよ、マジで今の。じゃあ息つ、息つっちゃおっかな。まだもう一回だよ、もう一回。あ、うん、2戦目か。2ラウンド、急に2ラウンドだからちょっと分かんなくなるな。パンチラ解説動画あったのに、ニコニコに。アホやな、パンチラ解説動画。これ見えんのすげえな、マジで。いくら食らった時マジ見えなかったけど。いやー、こっから楽しい。うわ、コンボかっこいい。うわ、後ろのやつ強そう。あ、一応後背景のでっかいキャラは2番目の DLC キャラとして。あ、そうなんすか。しましたね、ビッグバンドっていう名前なんですけど。へえ、今あの3キャラ目のまだ支援を受け付けてるようで。なるほど。だって9万ドルだったの？やっべー、これそういう支援があれば、はい、9万、あとなんだ、1週間で9万ドルぐらい集まれば3キャラ目の DLC が9万ドル、へえ、結構な額だな、しかしししかし額結構激しいな。そうですね、まあ、あの最初のスクイグリーっていう DLC キャラが15万ドルですかね。はいはい、あ、15万ドルって。で、フィリー、あー、ビッグバンド作成に、20万ドル。1キャラ20万ドル !1 キャラ20万ドル。あ、でも安い方らしいですよ。へぇ、うわ、うますぎ、笑った。これは？あ、コンボ間違ってるくせえな。うわぁ、ひどいものを見た。あの、なんだろう、あのキャラ作るための制作費はなんか内訳がどっかに書いてあったんで。へぇ、何かどうか見てみてね。おぉ、このキャラマジ使いやすいな。
よし、じゃあとうとうエキスパッチャってよろしいでしょうか。エキスパッチャって。エキスパッチャ？エキスパッチャいますよ、じゃあ。おっと、用意してる人は。エキスパートの場合はもう初心者は入ってこれないんですか？いや、関係ないですよ。ただエキスパートの人まで来れるってことですか？まあ別にエキスパートを見て拾わない人なら別に誰でもみたいな。ああ、じゃあ関係ないんだ。足生かして感じ。当たりやすい的な感じかな。当たりやすくなる的な感じかな。まあ単純にこれあれなんだ、部屋の指針みたいな感じか。そうですね、なるほどね。はいはい。エキスパート部屋なんで、まあ僕らでも文句言わない人ならみたいな。ああ、もうなんか変な匂いしますね。まあ、アップドゥ今日の時点でちょっと。なんかもう一人なんか可愛い人いるもんね。アップドゥ今日の時点でもう変な匂いしますね。うん。場合によっては、サシはやらないから。あ、まあ場合によっては。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 この辺がクシャってなったら、もう一緒で終わりだから。おぉ。うわぁ、マイセーあんなうまく使うんだ。あ、もう何？もう一緒やんない？あ、もう、もう一緒やんない？もうなんかクシャクシャ、髪もう一緒やんない感じかな。心がクシャクシャになってきたよ。あ、心クシャクシャになってきたよ。心クシャクシャになってきた。今の完全に折れたね。今の結構クシャクシャになってこれ。あ、ばあば。これな、コンボマジかよ。おっとっとっと、もうなんかおー、また初音ミクカラーみたいなのが。おー、見せた、見せたよ、見せたよ、吐いてあるぞ、ワンチャンあるぞ、ワンチャンあるぞ、吐いて。まあ言うて、もうコンボ2回で済むから。あはは、ふふ、心は当たってください。あるぞあるぞ、お前お願いします。あ、ガードしてる、なんでガードしてるの。2人だから。いやいやいや、勘弁してください、勘弁してください、降りてこないです、空中から、空中から降りてこないです。でもワンチャンぞ、ワンチャンぞ、お前ワンチャンだこれ。あー、ワンチャンなかった。うん、まだワンチャン。邪魔、あいつない、もうワンチャンないぞこれ多分。うわー、見てからやられたくか、これ。あ、クシャクシャなってきた、見てからハートが、まだまだ大丈夫、ハートがまだ大丈夫だった。あ、おっしゃったことなんですけど、クシャクシャなんだけども、そうそう、破けるんだけど、クシャクシャになった後にここのやばいな、破けないんじゃないと。どうですこれ、あいつ立ち回りついてるのかな。これアップドゥ、それに加えてアップドゥがマジ邪魔、アシストはあるんで、まあかなりきついのではないかと。あれのアップドゥの対策が分かんないときつそうですね、これ。なんかダブルっていうのがスパイラルを思い出したね、これね、 X メンの。あ、なるほどね、いろんなキャラになって画面中央からでも入る。そうですね、まあこれがあの基本にして強いコンボ、基本にして強いコンボ、なるほど。薄い切り、はい、なるほど。あ、5ゲージ溜まってるよ。あのダブルのコンボは何からでもあれに繋がるっていうの、なるほど。あー、ちょっとやべえなこれ、心がこう心が心が危なかった、危なかったな、ね、今お前破壊されたもう、あと一回行き、ちょっと他のエキスパーいいですか。そう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 、もう一回やって、でそろそろもう一回クシャクシャになるような人来たらもうエキスパートってこんな感じなんですね。そしたらもう本当のエキスパート見せてもらおうよ。そうだ、そしたらね、うん、そしたら形成団ちょっといなくなった、いなくなるとちょっと探しようか、配信の見方が分かんなくなるんだけど。おっと、なんか外国の人がなんかちょっとあなたは私たちを理解しているようには、我々は通訳を通してあなたに書くと、我々は全てであなたを理解していない、あなたはまた我々をトルームワークザーを使用しているような書き方を知っていることを示すことができますかっていう、こうちょっとこれ翻訳にぶっ込んだようなセリフ来ましたね、これ翻訳ぶっ込んだような翻訳ぶっ込んだっぽいですね、翻訳の機械に。やっぱスカルガールズは海外人気高そうですよね。あ、そうですね。ピーコックは、まあ、まあやりやすい方だとは。わわわわ、エキスパートの帽子寄れないんですけど。あ、寄れた寄れた寄れた。
ピーコックがさ、あの地上の、まあ、K ボタンで出す技がそれぞれあのキャンセルできてですね、それ弾幕張れるキャラなんで、それプラス強パンチの飛び道具、波動拳強パンチで 3発連続で打つ飛び道具、あとこっちの頭の上にホーミングして落ちてくる飛び道具、あーそんなにある、7種類飛び道具がありまして、あれか、あの金庫みたいな、回復、これで裏表下段崩しとかですね、あれめくりになったし、ま、相性はいけるんでしょ、これで相性はかなり有利、はい、相性はいける、保証があるんですよね、これがまた、OK、来た、とうとう来たぞ、起きたぞ、これ死んだじゃないか、あーどっこいしょー、死んだバックショー、どっこい危ねー、どっこいっつって、後ろのやつ怖っ、後ろのやつ右の端にね、怖いやつ、恐ろしい、もうね、もう背景すら見る暇ないわ、これ、あああの人ですね、あ、すいません、コンボ見せました、あー逃がしちまった、端から、うわ怖い、恐ろしい、テレポートがまだあのちゃんと来るって読んでおかないと反撃できないぐらい、あの隙がないんで、なるほど、あの人ほぼさんなの、いやーこの組み合わせキャラとやばそうだな、でもキャラ確かにね、ちょっとこの低空強パンチだけでピークがかなりきついんで、低空強パンチはマジでこのキャラ強いですね、うわーでも本も結構でも熱い、ピークも頑張ればまあ即死があるんですけど、へー、はい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 、死んだかな、でもなんかこのキャラこのゲームにしては良心的なダメージ、まあ確かに見えてしまうんで、ね、画面端だったら高いとかあるんですかね、画面端だと即死ですね、ピークいい、即死、画面端だと楽しいな、お前、まあ、でも運び、今は運びコンとかあるんで、まあ中央寄りでも結構即死に持っていけるような、へぇ、はい、なるほど、キャラです、まあ、ちょっとそこまでゲージ貯めるのが難しいんですよね、ピーク、なるほどなるほど、なかなか貯まらない、それ俺になると来たぞ、これスマホランスみたいな、うわぁ、あ、フェイントかいもの、フェイントにこいつ当たると思わなかった、いやで、そんな読み合いもあんの、これギルティっぽいね、なんかね、今の読み合いが、バースト読みとかは、相手がボタン連打してんの、読みの、ああ、そうです、うわ、すげえの落ちてきてる気がする、このゲームって言ってバーストゲージみたいなのがないですよね、まあ、そうです、バーストはないですね、まあ、なんだ、自分が悪いせいで発動するみたいな感じなんで、条件としてはどうなんですか、ですね、まあ、IPS っていうインフィニティ、なんだろう、まあ、永久コンボ防止システムっていうのは、はい、まあ、永久コンボっていうふうに判定されたら、エフェクトが変わって、ボタンを押すことで、何か押すことで、バースがボーンと、同じループが2回続いたらとか、そうですか、まあ、そんな感じでいいと思います、なるほど、同じ、あー、かぶっ、連携を2回取っちゃうと、もうバースされちゃうと、はい、コメントを拾う、パラソウルとピーコックってパラソウル不利、自分はパラソウル、ピーコックか、若干パラソウル有利だとは思ってるんですけどね、うわーまずいか、これ渋いって言うたよな、これきついな、キュート、うわーこれ減る、減りそう、減ったー、わーなんか補正切れた、補正切れた、爆弾で、爆弾の補正切れた、爆弾で、マジ強えなエキスパート、エキスパート動きが持ち上がってるわ、ねえ、あと上から落ちてくる落下物はですね、最大レベル3まで溜まったら中断になるんで、レベル影で判別するしかないんですけど、レベルとかあるんですね、まあ、影がだんだんでかくなってくるんで、一番最大前になると中断になるんで、まあ、そこのとこだけは、どういう条件でレベルが上がるんですか、時間ですね、まあ、ピックオック側が押しっぱなしに時間がなきゃ長いほど、どんどんなるほどなるほど、であ、なるほど、へぇ、おぉ、これか、やったね、ニコニコっぽいなんか見たけど、なんかいろいろ落ちてきますよ、はい、
23種類あったかな、確か。そんなにあるんだ。一応ディオのロードローラーも押してますレベル3ですけど。へー、あーこれ大変だ、このレベル3のロードローラー、ホワイとか。へー、コニコちゃんっていうんだ。このキャラ可愛いはずなんだけど。あー、あれか、ゆっくりしていってね。何、どういうこと。大丈夫なのそれって。大丈夫なんですかね、これ。大丈夫なのかな。大丈夫なんですか。大丈夫なんですかね。ゆっくりしていってね、来ましたね。海外版でも一応日本語ですからね、あれだけはゆっくりしていって。ああ、そっかそっか、この日本語版ですもんね、確かに。おい、困られた。おお、来た来た、パクンチョ。パクンチョ。いやー、これで使っちゃうな、ゲージ。さあ、いやー、いい補正切りが。あ、でもあの後何も出ねえ。トゲトゲ使ってるから。あ、死んだ。オーラッキー。一回ちょ、空中ダッシュとか使っちゃうと、使った後にはダッシュできないですかね。なるほど。来たぞ、これ。これは？あー、勝ったー！エキスパートに。初一勝です。次で全てが決まる。もうワンチャン勝てるぞ。次で全てが決まるぞ。いやでも向こう相当難しいだろうね。これ空中ダッシュすごい激しいから、ね、ゲームだから作業しきるのって超難しいと思う。やっぱしのぐのがすげえ難しそう、これ。あのジャンプダイバーもうガンボ何番だろ。下ろしたれ、下ろしたれよお前。これ辛そう。これ辛そうだよ。辛すぎんだろ、さすがにそれ。一回空中でこれガードしちゃうと。逃げした方が。まあでも一応ヒット確認、フリア側はヒット確認とかできてるんなら、ジャンプ強パンじゃ空中で当たってヒット確認、グレゴール・サムソンでまたコンボも。ああ、なるほど。いや、この位置はちょっとまずい。あ、やっちゃった。危ねえ。届かないから。あー、でかいと受けれないんだな、このキレが上がって。読んでいる。いいね。やらしいな、めくり。いやー、激しい、このゲーム。でかい、でかい、でかそう、でかそう。なんだ、これ。おいしい。おいしい、なんかミスったっぽいな。飛び道具の数も半端ないよね。半端ない、飛び道具の数は。レベル3。そう。この接近が、あいつ辛そう。やばいやばい。ボンコンボうまいな。ゼロフレ。難しそうだね、なんか拾うのね。ね。うわ、うますぎだろ、今の空中だけ。今の空中だけ超頑張ったでしょ。苦肉の策なんだろうね。ね、苦肉の策だよね、今。これしかないみたいな。もう空中だし止められないよ。これ一点読み通すかしかないみたいな。まあでもピーコックの空中投げはめっちゃ安いんで、端っこじゃないとめっちゃ安いんで。あ、リターンがないと。はい。端っこならまあそっち行くんですけど。これ多分ジャンプダイパーやる作業じゃん、それ。あのボムかな、でも。本当に安いんです、ね。空投げした方がいいんだろう。投げた方がいいんだろう。うわあ、かわいそう、この組み合わせ。この組み合わせかわいそうだぞ。そろそろ見る？そろそろ。じゃあ僕のもう茶番プレイはね、この辺にしましてですね、今日は中ボスにお願いして、ちょっと説明しますか。このゲーム、ちょっとあの部屋がその3人部屋とか作れないらしくて。そうなんです。うまいギアなんですよ。そうなんですよ。上手い人のプレイが、ちょっと上手い人同士の試合がちょっと見れないんで、上手いトッププレイヤーの人がの配信を僕らが映して、トッププレイヤー同士の試合を見ようかと思いまして、なのでちょっとその配信の、トッププレイヤーの人の配信の URL をですね。 URL？ いや僕こっちで出すでしょ。あ、そう、こっちで出すか。こっちで画面出すから、出しますんで。じゃあちょっとその方の、その3人トッププレイヤーの人呼んでるんで、その3人の人で、そうですね、
人たちで一つの組み合わせ3試合やってもらって3試合選手かな、3試合選手で総当たり、あー、総当たりはちょっとできないですね。あ、できないですか。配信してるのが1人しかいないので。あ、そっかそっかそっか。なるほど、なるほど。じゃあその配信してる方と、そうですね、3試合、6試合やってもらうか、5試合やってもらう、5試合やってもらうか、5試合選手で、この配信してる人とその2人の人の組み合わせ、はあ、を見る感じで。で、どうですか、行きましょうか。最初は多分、まあ、井口雄さんと山梨さんで、でちょっと解説とかを、そうですね、やってもらって、でこっちの画面もですね、その配信をさらに映してる形なの で、 そうですね、多分ちょっとラグがあるんですよね。あ、はい、わかりました。実際は多分そうですね。来ましたね。じゃあ5試合選手、5試合やろ、5試合にしようか、5試合お願いします。まあ、犬千代さん、今日はどう来るかな、いつも今のチームは、はい、先方フォーチュン、後衛、フィリアップドゥ で、 で山梨さんは、はい、ダブルっていうキャラクターソロでやってますね、うん、あ、ソロなんているんですか、ね、ソロも全然ありなんですね。で山梨さんはもう小足から昇龍から、はい、ジャンプ攻撃から即死やってくるんで、なるほど、それやばいな。で、山梨さんの方は、はい、まあ、1万ダメージプラス置き攻めみたいな。なるほど、なるほど。これ全員トップクラスのプレイヤーってことですよね、日本では。そうですね、はい。なるほど。はい、あ、はいはい。向こうの配信の音を今から出しますので、ちょっと音がでかくなるかもしれないんで、皆さん音量をちょっと下げて、最初下げて、ちょっとずつ上げた方が。上げて、それでお願いします。ちょっと爆音の可能性も若干ありますからね。はい。あ、はい。これ外国見てる人いたら、日本のトッププレイヤー同士の試合を映してますっていうのをちょっと説明してもらえるとすごい助かりますね。お願いします。さあ、はい、さあ今回犬千代さんは2体で来るか1体で来るか。山梨さんはいつもの緑ダブル。犬千代さんは。さあどうする。あ、本当は1キャラだ。猫先方、猫一体だと山梨さんに負け越してるから。あ、2人来るかな。リモン出てますか、配信の方。あ、うち犬千代さんの放送見てるんで。お、一体、お、一体来た、一体来た、負け越してるとこしか見たことないぞ。大丈夫か。どうだろう、ほら、カズノコイズゲイオッケーなってんぞ、お前。何何何、どういうこと。カズノコイズゲイオッケー。店長さんお気に入りステージですね。アンチですね。はい、みんなオッケーですよ。みんなオッケーです。みんなオッケーです。無人の女の子が店長さんお気に入りなんで。どっちもソロだ。はい。さあ、狙う方、あ、いきなり下段下がって、あ、ちょっと難しいループ、今度ミスりましたね。これ、恐ろしい。これどういう狙いになるんですか、お互いは。お互いもう本当ワンタッチ即死。もうやっぱ猫の方は首を置いて立ち回ったりとかはしないんですね。猫即死狙いですね。あ、即死狙いの、はい、首がないとダブルに対して、あの猫を、あ、頭を置くと、あのそのオプションでいじめられるんで。あー、なるほどなるほど。はいはい、今度触って、はい、答え呼んで、はい、置き攻め、はい、置き攻め、はいはい。うわーってガードしてる。まだワンチャンあると。まあ、ワンチャンありますね。でもオプションか、オプションで削られてしまうという。はい、あー、当たっちゃった。ああ、お、まだわからない、まだわからない。勝利が負ける。武器下がって、山梨選手一本処理、一本選手。やべえなレベル。おお、いきなり、え、これは。あ、そった。お、かっこいい。あ、少し狙う。即死を狙う。え、いけるか、や、ダブルは難しいぞ。あ、難しいんだ。おはいはい、おーっと、いったいった、あ、死んだ死んだ、これは死んだ。全然わかんないけど。ちょっと待って、減りすぎじゃね、大丈夫これ。あー、乾燥した。あー、あー、失敗した。あ、失敗したんだ。やばい、これはやばい、3ゲージあるダブルはやばいぞ。あ、これやばいじゃないか、これもしかして。これやばいね、確かに。はい、難しい方のコンボ成功して。あ、難しい方なんだ。あ、でもバーストたまった。あ、バースト溜まっちゃった。これはちょっと失敗ですね。あ、もう成功。おお、実は顔が置いてあったのか。
ったね。確かに北斗っぽい。いや俺のやったゲームと違うな。ねえなんか違うね。ねおおこれはまさかもしかして。はいはい、ゲナが刺さった。はい即死コース。ああミスった。ミスった。ちょっと難しいんだね。ちょっといいんですけど、ちょっとここは妥協コンボ。はい、おお好き消し。あの技強っ。おお。ああ。なんかはい順調稼いで、はいエリアル。ドラム缶ループ。うわあ。コンボ投げ。はい冷蔵庫、カテライト、パンチ、ケツ。ああ補正切り。補正切り失敗。あの蹴り上げに対してダブルがですね、はい、有効な反撃方法がないっていう顔が、なんでもうその位置にいないっていうことが自体がダブル側の対策になっちゃうっていう。さあ頭落ちてる。なんだあっとちょっとカテライトの硬直にちょっと三下状刺したかったんですね。これはなるほど届かず。あれは飛び道具的な感じなんですか。あれはそうですね、あの獅子をですね、斜め下、斜め上、あと頭を真上に飛ばすんで、その延長になれば、ご方向に飛び道具みたいな。ゲットにですね。ああ、なるほどね。なんじゃこりゃ。ね、それがスカルバウ。はい、2本目、テクワン、アクション。ああ、裏回り刺さって、はい、2回、はい、3回。はい、壊し拾って、冷蔵庫、カテライト、ケツ、はい、強パン、あ、ちょっとつなぎ遅かった。おー、暴れている。補正切り？あ、補正切り行きたかったですけども、あの、ジャンプ、ダブルのジャンプ、ジャックパンチ、これはまた優秀なんです。早いし、めくれるしで。はい、はい。うわー、終わった。はい、ワゴン、逆ワゴン、はい。これキャラ相性はどうなんですか。キャラ相性ですか。これはまあもうお互いの攻撃力から考えてまあ、あダブルあフォーチュン側はですね、本当にコンボ完走できるっていうのは、はい、あのフォーチュン全キャラ有利につくんですよ。難しいって感じですか。難しいんでまあちょっとそれ考えるとですね、猫本ビユーリってところじゃないですかね。あなるほど。ダブルもちょっと攻撃力おかしいんで。はい、あおかしいんだ。うわーこれ。あこれ完走しましたねこれは。はい、あーまあまあまあ逆を切るかかと、はい、上皮これ拾って太かところ、アムアムなるほどなんだよそれマジでマジか。確かに確かに最強キャラっぽいっすね。なんか見てるだけでちょっとあれやべえな。たぁマジかよ。アムアム言ってるもんな。アムアム2回決めたもんな。マイバージョンはもう本当にひどかったですね、アムアムが。後ろに吹っ飛ぶんですけど、前はあの奥に吹っ飛ぶんで、はいはい、本当に何回もアムアム引けたっていう。へぇ、やばい技ですね。今でもやばいんですよ。今でも自分やばいですね。すげぇ、コンボ投げ。はい。アムアム入って。はいはい。アムアム入って。はい、死んだ。アムアム来るか。あやべえ半端ねえな。うわー、いい猫かわいいね。猫には2キャラでやった方がいいとかあるんですか。1回ちゃうと10割食らって一発で本当に死んじゃいますけど。なんですけどあの 猫はですね、通常のコンボ もあの1万とかなんで、はいはい、1対2でも、はい、あの1側が攻撃力 1.6 倍なんで、はいはい、2番の体力吹っ飛んじゃうんですよ、1キャラ。じゃあ、簡単なコンボで死んじゃうっていう。はい、ああ、そういうことか。余計死んじゃうんで、まあでも、あの猫のね、片目も結構、テイク、ジャンプ、ジャッキックがですね、本当に低いんです、はい、低くて速くて、まあ、やっぱり、あの、置き攻めもきついんで、はいはいはい、やられる回数を増やしてもいいっていうのは、まあ、2位ですかね。抑えて、ね、勝利足つけて。はいはい。なるほど。あ2人じゃないとちょっとやりたくねえな、猫と。うわーこれでもこっちもコンボならだ。はい、冷蔵庫冷蔵庫、はい、呼んで、はい、またケツ。こっちもなかなかなるよねこっちもひどそうこっちもなかなかなるよね。はい、補正切り投げ、はい、はい、こっちは補正切りしないと10割じゃないもんな。はい、はい、はい、そこからやっぱ攻め継続は強いよね、はい、あー、そうか、そうか、確かに。すげえな。
あ、外国の人増えてきたな、これ。これはやばいな。でも即死できる人確かに少ないんだろうな。難易度が高いって気がして。そうですね、自分はちょっと犬中さんしか見たことないですね。ああ、そうなんだ。犬中さんがなんかあの YouTube の方に投稿したら、まあなんかこの即死コンジャパンテクノロジーとか言われてそう呼ばれてますね。へえ。犬中さん超ランク高いらしいからな。はい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 。ジャパンテクノロジーってなんかよく海外で言うな。あ、言う？じゃあこのコンボ見れるのすごいんだな。うわー、これか。まあ、ここからもアップデートがね、当たったらもう失敗するの祈るしかないですからね、これですよね、もう本当に。おっと、練習してんなこいつ。でもこのバージョンなのかな。はいはい、はい、死んだ、はい死んだ、イスゲームイズオーバー。もう、あー、アム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 って。あ、これ、あ、ミスった。あ、ミスった、おっと、なんでーってね、ステップが。あ、ステップだからか。いや、多分攻撃判定が強かったんじゃない。あー、攻撃判定が強すぎて。前出しのキャラだったらなんか簡単に後ろから掲げれそうだったけど、ステップだったから。なんか攻撃したらなんか暗い判定に回ったって感じだったよね、今ね。ああ、回ってる手が、あれがちょっとあの、まあ意外と範囲広いんで、はいはいはい、それにちょっとダブル自体も範囲広いんで当たっちゃった感じですかね、後ろから。不運だったんだな。ここで3-1か？今何分ですか？2-1ですかね。2-1ですかね。やべえな。恐ろしいコンボ制度なんだな。うわあ、当たっちゃったー。あー、本当ですね、まあ、あの恐ろしい。山田さんの方もジャンプ競技が引っ掛けからエリアとか持っていったりするんですけど、今日はちょっと調子が悪かったです、ね、なるほど。前は勝ち越してたんですけど。勝ち越してたんだ、すごいな。おっと、裏回りもちょっと激しい技の置きが。うわー、いきなりいった、はい。ダブルもあのジャンプ強キックとジャンプ中パンチがまたこれが強いんですよ、判定が。はい、それに対してあの、まあ、猫は、まあ、勝利を置いたりですかね。はい、安全設置。これ2択ですね。あ、2択なんだ。前か後ろかされても隙がない。なるほど、凶悪だな。出てきた瞬間に判定が変わっちゃうの。ああ、これはもう強しになりますね。ああ、ちょっとこれ優勢になってきましたね、猫側が。うん、これ今何なんだろう。2-1だね。2-1か。もう左が勝つと勝ち越しが確定するという。犬千代さんが犬千代なのに猫を使ってるんですね。ちょっと投げて、ね、高尾、はい、当たって、はい、フィーラルエッジ、くしゃみ、切り上げ、画面端はちょっと難しいとか言ってたけど、どうだ。あー、難しいんだ。失敗しない。あ、失敗した。ここで珍しいところで失敗だ。うわー、でも頭が後ろにあるから脅迫な片目が。あ、恐ろしい。もうこうなると期待できないけど、なんかかっこいいことしようとしてるぞ。おお、3-1、犬千代さんの勝ち越しが決定。決定しましたね。3-1か。残り1試合ですね。最後いいとこ確かに、ね、見せたいんじゃないでしょうか。ダブル側も本人たち5本って知ってるんですかね。あ、伝えられます。あ、そうですか。5試合っていう感じで。あ、ちょっとエグートですね、これは。普通の配信を見ていてもらえるとちょっとやりやすいんですけど。三木さんでも配信もしてるから。うん、難しいんだよね。あと、クーダーキャンセルのか見えない、これは。あー、この位置はちょっと画面端に届かないから、ルート変えたけど失敗。5試合ですね。5点じゃなくて5試合です。うん、うわぁ、頭引っかかる。あ、はい、あーあー、ミスったんじゃないんだね。あー、でもミスったっぽかったよね、一瞬で。すげーな、カッターとこれされたら頭が10割されてポン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 。いや、よかったね、俺やらなくて。もう開幕
ガンガン壊し当たって、もうレバーから手離してるだけだったもんね、こうやって。裏回りから、はい、当たる。あ、裏一応これで、このルートは7000プラス置き攻めとかですね。これ1キャラの HP っていくつなんですか？14300ですよね。へぇ、なんか半端ですね、確かに。あ、終わったー。難しい方のルートわざわざやる。はい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 。おぉ、綺麗に決まった。ラグ少ないんだろうな。そうですね、ラグはもう今までやった格闘ゲームの中で一番ないんじゃないですか。へぇ、もう難しいコンボ10割ガンガン。めっちゃ回転です。みんなやろうね。そうですね、反則的なね、この配信なんでね、これは。出るとはぁ、はいはい、強パン、冷蔵庫、カテライト、ケツ、強パン、ケツ、中パン、しゃがみ、強パン、あ、防ぎり、防ぎり。今、まあ、コンボミスですね、あれは。ワンチャン？でも何か当たると10割。いやー、えこれは？ああ、どうだろう、これはちょっと投げからだ、投げから。補正が若干あるけど。補正が 50% かかるんですよね。あ、50%かかる。あ、50% なんだ。すごいかかるな。死なないとは思うんですけどね、これは。おぉ。あー、ミスった。おぉ、これは。おぉ。3-2ですね。お、ちょっと。お、シャリミシク。ちょっとイラついたんでしょうね、一応ね。おらーっつって。おらどうだこの野郎とか。あ、やっぱ始まっちゃった。あ、あーっと、あー、どうやって ちょっとこれラストにしましょうか。ちょっと伝えられますかね。押しすぎた感じかな。あ、でもちょっとあれか、あ、分かってるっぽいですかね。分かってるっぽいな。これどうすればいいんだろう。でも終わんないのかな。終わらせるしかないですね。じゃあ終わらしちゃってください。殺しちゃってください、どっちか。早くしろよ。どっちか殺したい方。どっちか殺してくれよ的なね。殺したい方。どうしても勝ちたい方をちょっと殺してください。じゃあ次の試合はダブル使ってる方と、いやいや、イニチオさんがやらないといけないから。あ、次の組み合わせね。あ、イニチオさん勝ったんでイニチオさん後の方がいいよ。だって配信してないとダメだ。あ、そっかそっか、そうだそうだ、やっぱ忘れてたわ。完全忘れてたわ今。何言ってたか。あ、どうしようかな、大丈夫かな。これでもバイケンさんがね、どれぐらいの、さんでね、どれぐらいのこの10割を解説したバイケンさんが、はい、10割を食らうのかと。出せたしたいね。食らっていくのかと。まあ、食らうんですけどね、多分。多分食らうんですけど。絶対1回は食らう。多分食らうんですけど。2キャラチームなんで、多分、あ、そうなんですか。あの、犬千代さんは多分2キャラ。あー、なるほど。時間が始まると思います。5割出すとか言い張るんで。一撃じゃないし、5割出すと。5割出す。ほら、1人出すと。これ面白いなー、でも。極まってんなー、やっぱり。ちょっと気づけたら、もう英語ばっかりってきたんですけど。コメントが英語ばっかりってきた。海外人気がすごいのかな。まあ、そうですね。じゃないと、まあ、本当にあの、募金っていうか寄付集まらないと思うんですよね。確かにそうですね。まあ確かにそうですね。あ、ボスが対応している。ボス対応しきれんすかね、このラッシュ。さあ来ちゃった。はい、でもさあ信じる。ボスさあ来ちゃったか。いや、ボスでも、勘弁してくれよって感じかもしれないですよね。確かに。ボス頑張ってくれ。ボス半端ねえな。どうしよう。一応勝ち越せてるんですけどね。おハードル上げましたよ今。ね、自分でハードル上げましたよ。いやー、そうあるな。昔は勝ち越してるんですけどね。そう、昔はになっちゃいますかね。昔はになっちゃいます。昔は勝ち越してるんですけど。さあ、昇竜合戦の時間だ。大丈夫かなこれ。ああ、 FRB より緊張してきた。あ、そうか、 FRB スカルガールの時やってたんだ。あ、そうなんだ。来ましたねこれ。108ドル寄付したよって人がいるんだけど。おぉ、自分158ドル寄付しましたよ。もう158ドル寄付して、そうなんですか。なんで張り合ったんですかね、そこで。確かに。まあ、井口雄さんも158ドルやってますからね。なんでその158ドルなんですか。確かに。もらうアイテムが違うんですよ。ああ、アイテムがもらえるんだ、それで。158ドルってでもすごいな。結構の額だな。先制しましたね。
はい、開幕いい調子いい感じ。ハッピーバーハッピーバー。おお、すごいすごいすごい、コンボ長い。それ繋がってんだ。繋がってるのアシストハッピーバー用コンボですね。あ、それアシストだから。あ、なるほど。マジか、今のやべえな。あ、砂まで息入んだ。なるほど。あ、でもこれは？でもこれは？あ、5割、5割確定、5割確定。5割確定ですかね、これ。あ、犬ちはあのパラソル相手にしょっちゅう練習してますからね。あ、なるほど。安定するんですよ、パラソル相手に。腹立たしいことに。これ終わりか。はいはい。ゲージもすごい回収してる。かわいいコンボだね。かわいいコンボだね。まあ、まあ、お互い一発当てりゃ終わりなんで。なるほ なるほど。よし、バイケンさん5割、5割だね、5ゲージある。すげえ、開幕来た。開幕から毎回来た。恐ろしい、恐ろしい。壊れていけ、壊れていけ。あの勝利券怖え。わあ、これはえい。おお、さすが、よかったですね。いいですね。さすがこの、さすがです、ね、これ覚えた方がいいんじゃない？これ覚えた方がいいね、待って。あ、そう、これはね、2人だから1ラウンドで終わりなんだね。あ、そうかそうかそうか。2ラウンドないんだ。そうかそうか。これでもう1本。あ、そうか。割と。いや、これ強えな。バーが強えな。とてもに多分、バイケンさんの声は、あ、そうだね。この画像より早く、ちょっと早く、この画面より早く聞こえますね。ここから1万ダメージ、おっと。うおー、見せた。あー、いかん。うわー、お互い同じアシスト。おー、見えねえ、今の。頭を殴って飛び道具とかせるんで、これがまた見えないんですよ。なるほど。はい、生交代コン、はい、失敗する。お、失敗しましたね、確かに。ネタバレ入ったね。ネタバレ入りましたね。ネタバレ入ったね、今ね。確かに確かに。バイケンさん、ネタバレは禁止でお願いします。ネタバレはやっぱしょうがない、しょうがない、しょうがない。でもやりやすい方がいい。バイケンさんがやりやすい感じですよね。バイケンさん、ネタバレ禁止です。おお、すごい。そうね、こういう風に切り替えてるもん ね、あの飛び道具のキャラじゃなかったらね。飛び道具のキャラ聞けないもんね。あー、頑張って。おお、あー、ぶっぱー、なんかパナシらしいね。なんかパナシらしいね。終わったかな、これは。あ、ごめん、遅く帰る。コンボ投げー。でも全然いいですよ、バイキンさん。別にやりやすい方がいいですよ、プレイヤーの人が。3分と入って、あ、そこまだあんのか。え、あ、ムア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 ムしてない。あ、お腹いっぱいだった。なるほどね。来た、テラフレー。あ、あ、なんか見せたらしいぞ。あ、なるほどね。あれで、あれだね、猫が後ろにいたら、まあ、結局死んじゃうんだね。死んじゃいますね。なるほど。あ、てか前でも後ろでも死にます。あ、まあ、確かに確かに、前でも後ろでも死ぬんだ。そっちに運べばいいからね。前でも後ろでも死ぬんだ。あ、ちょっと自分ちょっと黙ってきますね、じゃあ。いや、全然いいっすよ、別に。いや、どっちもいいっす。全然、あの、バイケンさんがやりやすい方で。もうこれで1位1だね。バイケンさんのこのキャラなんか立ち回り系キャラっぽいよね。確かに飛び道具だもん ね。設置とか熱いよ。このコンボ熱いよね、めちゃめちゃね。熱いマジ。設置してすぐ爆発させて、ここでほらダブルアップだ。これマジかっこいい、ね、来た。あ、これもしかして、あー、来なかった。あ、いかなかった。え、死ぬ、死にそう。もうなんか顔がやばいもん、あれ。うわー、来た、減るなぁ。うわぁ、すげぇ、ぬべえ、なにあれ。これやっぱ二人の方が超有利っぽいよね。ね、しかもあれ時間差で爆発してるね、アシスト。は、見えた、今の上り中断だったんだけど。上り中断からもう一回中断中断みたいなね。やべぇ。はぁ、うますぎるだろう。さすが。うわぁ、これ確かに勝ち越してる、勝ち越してるんじゃないか、これ。気に入らねえ。これパラソールってキャラさ、うん、そのスカートだったのにさ、これなんだろうね、スカートじゃないんだよね、このキャラ。今のカラーが違うのかな、これ。どういうこと？こいつスカートじゃなかったっけ？え？こいつそうだっけ？
このキャラ普通のカラー生足だった気がするんだけど。あ、そうですね。あ、そうなんだ。カラーでストッキング履いたりメガネかけたりするんで。あ、メガネとかもあるんだ。あ、猫ちゃん反射けるから10割コン。申し訳ないっす。10割コン。猫ちゃん反射けるから10割コン。あー、これ終わり。メガネとか熱いな。メガネもあるんだ。あれコスみたいな感じなんだね、じゃあもうね。投げー、コンボ。あー、おー、交代コンだ、生交代コン。浴びさ。お、これ逆に逆に逆に、あー、ミスった、こすってる。ベロフレこすってる。おいしい、おいしい。ベロフレこすってる。なんかあかん、あかんって言った今が。いや、え、お、あ、なに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 、あ、負けてる、負けてる。暗転返し、リレイド暗転返し、暗転返しとかアルカブっぽかったっすね、今マジで。あ、うわー、ラブラップ、うわー、まだある。ゲージがなかったんだな。あ、ん、あー、かくはん頭バリアが、あ、なるほどね。からまあ10割でしょう。地味に頭焼けるんだな、あれ。うわー、これはさすがにきそう。消費の最中も地味に頭で殺してんだね、あれで。あ、そうなんだ。うわー、中段の選択肢が安定。おー、バレッタっぽい。投げ、あ、投げいいんだ。お、で、後ろに行くのか。なるほどね。あー、ミスターっぽい。あー、上流拳ガードなっていく。あー、言ってる。上流拳ガードなっていく。はい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 。あ、もう諦めてますね、これ。はい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 。諦めてますね、これ。終わった。そっちのハイ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 だった？あ、そっちのハイハイハイだったか。あー、無理だ。あー、こすっているー。おー、安定がすぎ。カラキャンできるんだ、このゲーム。そうですね。あ、なるほど。なるほど。これで2-2ですね、これ次で決まりますね。これ次で決まっちゃいますね。もしかしたらもう決まってるかもしれないなー。いや、それはそんなチームはないです。そんなチームはないです。もう壊れ入ってるみたいな。さすがにヤバいです、それは。うわぁ、ミスったぁ。うわぁ、終わっ、これはこれ大会でこの状態だったらもうやばいね。やばいね。おいいとか言って。ちょっとこれさ、エボ楽しみなんだよ。いや、エボ楽しみなんてきたね。すげえ楽しみなんだよ。いや、外国人のリアクションとかやばそうだよ ね。これから、はぁぁとか言って。とか言って。お前がぁとかって。あっ、うわ、おぉ、まだある、まだある、まだある。あ、投げ抜けて、投げ追いかけてる。あー、今度どこに、空中ゴロゴロ強いね。空中ゴロゴロみたいなね、しないね。うー、アシストがすごい。拾えない。いやー、拾えるか、拾えない。いや、でも向こう例えば両方5割とか削りに来てる。削りに来た。あー、崖の交代。あー、かくはん、まあ、これは必要経費と考えたのかな。考え出るのか。10割の可能性が、10割の可能性があるか考えられるか、これ。いやー、外国の人こういうコンボゲー好きだからなー。うまそうだね、コンボね。え、多分コンボ60とか言ってる状態でフォーとかって感じがいいですか。フォーとか。イエーイ。まだあるぞ、でもこれまだある、まだある、まだある。見えねー。あ、でも見えない、見えねー。このゲームでタイムオーバーってなさそうだね。なさそう、全然なさそう。目が強い、めちゃめちゃ。あー、すげーね。2兆きついか。つやー、きつい。おー、めくっている。これはもしや、めくっているぞ。いや、このコンボがかっこよすぎる、このキャラ。わぁ、ミスった。声がした、ミスっている。いやー、ミスっていた。まだ残ってる、まだ残ってる。でも削りがもう、確かに削りがもう、おー、止めた。読んでいる、読んでいるぞ。わっちゃうぞ、これ。まだ削りを読んでいる、あるぞ、これ。トントントン、これは。おっ、おー、一人倒した。どうなるんだ、これ。うわっ、削りが。あーって聞こえた、あーって聞こえた。あー、もうそういうフィニッシュかい。そういうフィニッシュかい。いやー、暑かったー、暑かったー。今回はお疲れ様です。イニチオさんに軍配が上がった感じですかね。なるほど。いやー、いい試合だったな、これ。あれあれ、なんか3人のせいでですね。いや、昔は勝ち越したんだよな。いや、まあ昔になっちゃったね。昔になっちゃった。まあまあ、そうだ、あと10分あるんですよね。どうしましょうかね。まあでも、非常にいいでしょう。じゃあ僕とバイケンさんの、バイケンさんで、いや、ちょっと待って、バイケンさんのサブキャラで、
ファイゲームキャラでやってもらいましょう。あ、なんでもうキャラクターさ、カズノコがもう指定すればこのキャラでやってやっつって、え、全キャラ使います、バイゲンさん。全キャラ無理ですか。7キャラ動かせてる、考えるのは7キャラですね。でもピーコック7キャラってもうほぼじゃないですか。ほぼ8キャラですよ、だってあのゲーム。ピーコックとかさ、じゃあ一番使えないキャラしてもらう、7番目の。あ、じゃあ一番使えないキャラ7番目のキャラで言いましょう。これどうやってやるの、あ、どうやってやるんだろう、呼んでもらってかな。ランク、じゃあ犬千代さんチームルーム作成して、なんかないの、フレンドオンリーとか。あ、でも呼んでくれるっぽいよ。あ、犬千代さん招待状メッセージ確認する。どういうアリなんですかね、バイセンさんか。プレイヤーマッチでうちと、あ、そうそう、こっちはこっちでゲーム画面配信できるんで。あ、はい、したら、あの、バイケンさんと俺が、カズノコか。あ、はい、わかりました。じゃあ、犬千代さんの配信はどうしますか。あ、これ多分これ配信画面もう切った方がいいんじゃないですか。あ、これ配信画面は犬千代さんですかね、これは。あ、これ今切りま、切り替えますね。切り替えます。はい、わかりました。犬千代さんありがとうございました、すみません、配信見せてもらって。あ、犬千代さんありがとうございます。あともう一人、あともう一人どうだったでしたっけ。犬千代さんお疲れ。犬千代さんともう一方の名前がちょっと分かる。山梨さんと犬千代さん、ありがとうございました。ありがとうございます。犬千代さんの配信 URL とか載せられます？ツイッチの。一応協力してもらったんで、かなり。ああ、来ちゃった。どこだったかな。出ないか。出ますかね、招待状。こっちから招待しましょうか。あ、はい、分かりました。どうなんだ。ランク外ルーム作成で。でそれをフレンドのみとはできないの。プライベートか。プライベート、プライベートですね。で、このボタンを押す、招待で、宛先をフレンドから選択する。あ、そうですね、犬千代さんはパッドですね。パッドなんすか。パッドなんだ、マジか、すげえな。あ、でもおかしい、パッドか、すげえな。犬千代さんとかだから今の3人にエボ行ってほしいな。マジで優勝できそうだよな。確かに。一応、翔太の方送りましたね。はい。これ6ボタンだもんな、パッドでやるの大変だな。6ボタンのパッドで一緒だから多分。ね、すごいよね。ちょっとこっち持たそう。さあ、どうしましょうか。じゃあ、1キャラ。1キャラの方が、まあ、確かにやりやすいかな。1キャラですか。1キャラでお願いします。音ってどうだったの、これ。これ音って、ケイさん音どうなの？ケイさん音変わってないですか？あ、これ合ってんのかな？よし。でサブキャラでお願いします。1キャラで。あー、風間子さんがやってたあのコンボは重量級には入りやすいんですけど。あー、軽量級には入んないですかね、やっぱり。ピーコクに入らないですね。あ、ピーコクじゃないな。軽量級、あの重量級の3キャラ以外には。ケイさん、今日見てないキャラ使ってほしいな。バレンタインとか。あー、なるほど。バレンタイン、じゃあバレンタイン。あ、じゃあバレンタインで。バレンタイン、今晩安定しないですよ、これが。お、始まりました。やる前からちょっと来ましたね。保険来たぞ。バイゲンさん、いいんですか、そういうの。保険来たよ。悪い人ですね、ちょっと。これ、改造した張本人だから。あ、そっか、こいつ悪だ。あの女子大生改造した本人だから、こいつ。全然悪なやつだ。うわー、なんかすごいのできた。バレンタイン演出かっこいいんだよな。消費の。調子の演出一番なんかね、凝ってる気がするんだよ、こいつが。ガード硬そうだな。これは？いや、待てた。いけるぞお前、これいけるぞお前。いけるな、いけるぞこれ。バイケンさん、カム使えねえだもん、このキャラ。カムこのキャラあんま使えねえぞ。使えないっぱいぞ、これもしかして。唯一使えないキャラ選んだんじゃないか、これ。これキャラピック成功かもしれんぞ、これ。おっ、これ成功したぞ、キャラピック。キャラピック成功した可能性あるぞ、これ。相性ももしかしたらいいかもしれんぞ。相性もいいかもしれんぞ、これ。バケナ今ピキピキ来てる可能性あるぞ、これ。キャラ差が凄まじいのかもしれん。勝てんか。あんまサブキャラ使ってないのかもしれんな。あ、これ、後ろ向きとかで入るの。あ、入んねえんだな、このコンボ。いいの使い慣れてないぞ、きっと。これまあそれもそうだけど、カズノコの対応早っ。うわぁ、慣れてきてんだ、順応してんだ。
うわーすーごい、うわマジか、あれ広いね、ああんまあんましえめくったんだけど今、おーい、これめっちゃかっこいいよね、あなるほどね、めっちゃかっこいいこれ、めっちゃかっこいい、確かに神殿図に見立ててんのか、あーやり返された、うわかっこマジか、消費かっこいいな、いやあの消費マジかっこいいんだよな、あこいつ悪っぽいな、確かに勝ちポーズがちょっと悪っぽいな、こいつおいしいぞこれ、そう三ゲージャーともね、あんだから、ね、超かっこいいんだよなこいつ、あーやるかした、すごいダブルアップやってくるというぞ、おうまー対空だ、おコンボうめえ、コンボうめえサブキャラに、あとあーなるほど受けた、一回一発するみたいな、うわーダンサー、これ攻撃食らってる側結構下車まるんだな、おもう一回、これは来ました、ちょバグナちょっと気持ちいいっす、バグナちょっと気持ちよかったな、ちょっと気持ちいいっす今、おめでとうございます、やばじゃあ他のキャラバグナいけます、他のキャラ何だろう、他のキャラあと2試合ぐらいかな、2試合ぐらいですね、横井さん見たいキャラ、もうセレブラリーいましたよね、昨日じゃない前か、パラソールは見たからな、見たかったけど、一応全キャラ見たんじゃないかな、見たよね、確かね、そうですね、じゃあのどうしよう、また女子大生行ってもらおうか、女子大生あ、女子大生が右上のこれ、これっすか、テインホイーですか、フリブリ使います、マジわからんす、あ、じゃあやめておきましょう、じゃあやめておきましょう、その下の投げキャラみたいなやつとか、これっすか、セレブラっすか、あ、そうですね、こいつ、こいつ、いけます、浮かし方はなんとなくあ、なんとなくか、でもなんとなくくらいがちょうどいいのかな、レベル的に、多分そんな感じでしょう、じゃあそれではいお願いします、ちょっとで最後にあのメイン使ってもらおう、ボコボコにされる可能性大だけど、すでにまあ裏側配信でボコボコにされてくしゃってあったね、心がくしゃってあったくしゃってあったほら地上披露できる、あーミスった、うわなんだなんだ、出るね上、うまー今見た空中出し読みされたんだけど、うわーしかも投げ食らった、あー出た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 、子供かお前子供かお前、あーミスった、お前レッツ海洋みたいだった今お前最後惜しいよこれ、あ、なんか入んねえ、コンボ間違えてるかな、3ゲージ溜まっちゃった、うわーマジか、おおすごい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 、あ、今日こそ頭取れるんだ、ああ、ミスりましたよ、あれ一体化してるわけじゃないんだな、待て待て、あーまずい、確定確定すればひどい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 、やばいパンチがやばい、パンチがやばい、プン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 ってやばいな、サクッてきた、確定でしたかやっぱり、ロックマンみたいな、いややべえな、でも何使ってもいいな、ただの帽子なんだこれ、帽子ですよこれ、帽子、その帽子欲しいんだけど、いやー確定くせえ、危ねえ、この帽子欲しい、やるしかないですよこれ、分かんないんで、うわーやばいぞこれ、やばそうぞ、恐ろしい、うわすげえ、ノクドリがマジで、コンボうまいし全然ね、あーレスカイオ、
いや来た。あれ使いよってそういうことか。じゃあ今わかったわ。レッツ買うってな。あれ使いよってそういうことね。やーべえこれきつい。あの子もかっこいいんだけど。ねえ。干潮されたんだけど。あめタブラップされてんだけど。恐ろしい。タブラップされてる。恐ろしいなこれ。あれ使いよって。じゃあ次ラストで。そうそう、じゃあメインでお願いします。メインで。メインとなると1キャラで。2キャラでいきましょう。2キャラでいきましょう。2キャラでいきましょう。2キャラで。